先瓶は、ノズルのついた、紛失式のボトルで、試験管やフラスコといった、実験室のガラス器具等のすすぎに用いられる。多くは蒸留水を入れて用いるが、アセトンやエタノール等の溶媒を入れることもある。ポリエチレン製が主流だが、容器の溶出による汚染を懸念する顧客向けに、ガラス製も製作、販売されている。ボトル等を握って、圧力をかけると、ノズルから液が噴き出すので、 これを洗浄対象にかけてすすぎを行う。洗瓶にアセトン等の因果性の有機溶媒を入れる場合、温度変化等によって漏れ出すので湯沸かし器など火器の近くに放置してはならない。漏れ出しを防ぐ便などの機構がついたものも多く市販されている。企業研究所や大学の研究室において洗瓶に入っている溶剤を容易に識別するため、 溶剤ごとに決まった色でラベル化した1 0瓶容器を用いることがある。カラーコード化されたものやカラー化に加えて薬品名も印字された瓶が市販されている。カラーコードは容器製造元や運用する研究室などにおいて異なる場合があるが、下表にも見られるようにすべてのパターンにおいて赤はアセトンである。青は蒸留水、緑はメタノールのパターンが多いが、 標準的な白のボトルをエタノールもしくは蒸留水とするパターンなども知られている。なお、薬品名が記載されている容器の多くは、前日の漏れ出し防止機構を備えていない。カラーラベル化のみ施された漏れ出し防止線瓶を用い、溶剤名は使用者が直接記載、またはシール調布することで安全に、かつカラーコードの利便性を損なわずに運用することができる。 なお、科学系実験室では、実験廃液の仕分けを、ポリタンクの色で行う場合があるが、鮮0便の配色とは異なるのが一般的である。ありがとうございます。